じゃあ行きますよ、うん、ごめんなさいミス、もう一回ね、行きますよ、待ってね、FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害のさえりの夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いているメンヘラさん、私たち2人が疑問質問お悩み相談何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識とサイリのその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方をさえりさん、メールアドレスメンヘラ103 @gmail.com までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では、本日がですね、2月20日月曜日第22回の収録となっております。はい、はい、放送日が1週間後の2月27日月曜日、うん、まあだからこれを聞いてる人は2月27日の月曜日に聞いているわけですけれども、うん、今日はですね、うん、中村夏美ではなく僕のもう一人の嫁であるサイリに今日は参加してもらって、はい、サイリ初収録メンヘラジオになりますけど、うん、緊張してますか？緊張はしてない。してないんだ。さすがだな。緊張はしてないんだけど、うん、大丈夫だよ。あ、大丈夫頼むぜ、うんうん、まあ、ちょっと足が痒かったこれ聞いてる皆さん何のこっちゃわからないかと思うんですけれども、まあ、説明お願いします。はい、冒頭でね、乖離性障害の、まあ、いつもだったら中村夏美って言ってるところを今日はサイリーって言ったんですけれども、まあ、乖離性障害っていう病気はね、簡単に言ったら多重人格、簡単に言ったら多重人格って言われてて、そうそう、夏美の中にいるサイリーが今日は元気に出てきてます。そうですね、日中ね、ハピワンにいる時にサイリーになってね、普段だとね、太陽が眩しかったりとか、なんか嫌なことがあったりとかした時に、うん、なんか夏美さんからサイリーに変わるみたいなのがあるんだけど、今日はサイリーが出てきた理由として、サイリーはどんな、夏美はどうだったっていうことが考えられると思う。夏美疲れてたんじゃないかな。あ、疲れてたか、やっぱ多分日曜、土曜日か、土曜日にね、ちょっとお出かけしてたからね、さ、うん、夏美は一人でお友達と遊びに行ったりしてたから、うん、俺はおっついたんだけどね、うん、それでちょっと疲れたのかな。そうかもしれない。ああ、それがあるけれど、まあ今日はね、とりあえずサイリと僕ともう一人ゲストをお呼びして、やっていきますので、本日も最後の、30分どうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ちなみに今日は私たちメンヘラ2人じゃなくて3人なんです。そうね、もう一人メンヘラ友達、メンヘラフレンズをお呼びしてお送りする、30分となります。ちょっとメンヘラが濃い3人、濃いめの3人でね。はい、では早速、ゲストの紹介をしたいと思います。ゲストはこの方は、自己紹介お願いします。あ、いいですか。はい、ハッピーワンのベイマックスポンポンツカポンツカポンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、 YouTube 上だと
いつもだったら隣にあの夏美さんがいて、僕と夏美さんで映って、ねやらせてもらってるけど、サイリがねちょっとカメラが苦手というところもあって、今日は男画角上は男同士で、はい、ちょっとむさ苦しいかもしれませんけど、YouTube で見てる人は。メンズメンヘラ。はい、で、あの映像上はお送りしたいと思っております。なかなか濃いよ。あ、本当？濃いよ。君たち濃いよ。なんか黒い色して、ね、黒いし、メガネかけてね。臭くさいですかね、俺。臭くさいことはないけどね。でもね、あの隣にいてからわかるの、うん。めっちゃいい匂いするの。つかぽんから、つかぽんからいい匂い、いい匂い漂ってくるんですよ。つかぽんはね、あの普段ハピアンでもね、あのお香を焚いてくれたりしてね、ちょっとあのハピアンをね、ちょっといいカフェみたいな感じの雰囲気で、ボサノバ流したりさ、お菓子持ってきてくれたりとかする。実は今日二人に、あの何、いつものこれをコーヒーをあのカフェオレをなんかあげます、はいはいはい、なんかこれメッセージ付きなんですよ。そうなんですか。どうぞ。あ、2人せっかくなんでいただきますこれ、はい、ありがとう。メッセージ付きのブレンディースティックカフェオレいいね。カロリーゼロ嬉しいですね。甘さなしとシュガーの、うん、ノンシュガー。メッセージを。君が頑張ってるの知ってるよ。ありがとう。強くなくていいんだよ。そうだね、これはちょっとサイリさんにね、ちょっとね、お手紙を。そうですね。サイリはちょっと強がる節がありますからね。そうですよね。もう本当にいつもありがとうございます。こうやってね、なんかおしゃれなプレゼントくれたりするんですよ。カポンさん、うん、自分変なおじさんですけどね。それはまあ否定しないかな。ではまず、一応ね、今日もトークテーマとして、いろいろなんていうのかな、語っていきたいところがあって募集もしておりましたので、うん、まあ今週のテーマ絆です。絆、はい、というのもいつもねトークテーマ何にしようかなってさ、うん、なった時にとりあえず放送日何の日かなみたいな、うん、だから2月これは放送日27日だから2月27日、何の日みたいな感じで喋るんですけど、うん、その月曜日放送日の22月27日が冬の恋人の日って制定されてるんですって。なるほど、はい、うん、これがねなぜ冬の恋人の日かというと、うん、2月27日がね、バレンタインデーとホワイトデーのちょうど中間の日にあたるということで、うん、ブライダルカウンセラーの団体が設定した記念日、うん、それが冬の恋人の日、うん、2月27日となったそうです。冬の恋人か。そう、2月27日ね、うん、これも当て字なんだけどさ、うん、絆27でズーナ、うん、という語呂合わせから、寒さが厳しい冬でも愛情を育んでくれる2月において、うん、愛し合う2人の強い結びつきを表すところから来てるようです、うん、はい、そうなんだ、はい、そうロマンチック、はい、冬の恋人、はい、夏には別れるってことかな。ちょっと悲しい解釈はやめてくれる。なんかこの間黒い恋人っていう T シャツ着てる人にやった。あれね、あの知ってる知ってる。那覇にいたら分かるんだけどさ、そう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 、那覇のさお土産であるんですよ。そうそうそう、黒い恋人って、多分冬の嫁兄さんのお店ね。そう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 、で、あの多分ね北海道のメーカーというか、そうそうそう、お土産で定番の冬の恋人に対抗してるんだと思うんだけどね。沖縄の人結構いいからね。はい、ではでは早速、はい、絆テーマ絆について、メッセージいただいておりますのでお読みします。ラジオネームかねさんから、はい、ありがとう、はい、僕は9年間引きこもりの生活を送っていました、うん、ある日実家で同居している姉が妊娠したことが判明しました、うん、赤ちゃんを授かったと聞き、俺はおじさんになるんだと嬉しい気持ちになりましたが、うん、同時に俺は将来生まれてくる子供にどう見られるんだろうと不安になりました、うん、そしてこのままじゃいけないと思いました。前々から精神が病んでるんじゃないかと予想はついていたので、うん、勇気を振り絞って一人で精神科に行きました、うん、結果は統合失調症でした、うん、診断を受けてから現在は引きこもり生活から抜け出し、ちょっとずつ社会復帰しようと頑張れています。うん、甥っ子が生まれなかったら僕は今でも引きこもりだったでしょう。それが僕と甥っ子の絆だと思っています。素晴らしいな、素晴らしいお話です ね、自分も甥っ子いるから、うんうん、俺もね甥っ子いるからね、
ねえ、いいよね、甥っ子。そうそう、いいんですけどね、やっぱりね、僕も甥っ子が、姪っ子が生まれた時ってね、引きこもり真っ只中だったの。で、仕事もしてなかったし、お祝いもあげれないわけですよ。ああ、そっか。そうそう、あの弟のね、子供とかね、妹の子供とか生まれてもあのお祝いもあげれないし、その子供たちがね誕生日迎えたってなっても何かもあげるとかもさ、できなかったから、すごくなんていうのかな、申し訳ない思いをしてたから、なんかそれを機にね、なんかカネさんは立ち直らなきゃというかね、なんとか自分を奮い立たせてこうやって前に進むのはすごい素晴らしいと思う。すごいじゃん、素晴らしい。あと子供とかってなんか、家族の絆、結束が生まれますよね。強めるよね。そう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 。そういう意味でもすごい甥っ子さんがね、カネさんの絆となってるっていうお話でした。ありがとうございます。はい、では続きまして、ラジオネーム漆黒の溝に刹那として返り咲くのは、虚構に潜む自我の崩壊並びに暴走を阻害するため、故に暁さんよりです。もう名前やんだけど、ね、すごいね。一番長いじゃん、日本のラジオネーム。すごいね。ではお久しぶりです。本当に意味で絆を感じたのは、依存症の回復施設にいた時ですかね。回復施設の仲間と野球をしたり潮干狩りに行ったのを思い出すと絆を強く感じます。アディクションは違えど、依存症という共通の部分でそこに通う人たちとの間に仲間意識や絆を感じていました。あ、健太君とアディクション同じでしたね、とのことです。この、あの暁さんは、あの僕が通っていた回復施設の後輩というか、同じアディクションっていうのはね、アディクションっていうのは、日本語で言うと脂癖依存症とか言うんだけど、なんか中毒とも、そう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 、ね、うん、だからなんか物質や一定の行為にひどくのめり込み、日常生活に害があると分かっていながら、自分ではコントロールができない、そうせざるを得ない不健康な習慣に執着している状態をアディクションっていうんだけど、へえ、むずっ。そうそう、これがね、僕と同じっていうことはギャンブルだったの、その子も。だからまあなかなかね、やっぱり家族といる時ってさ、自分の病気に対して喋っても話しても理解はしてもらえないのよ。あんたの気分の持ちようだとかさ、お前がだらしないからそうやってギャンブルにのめり込むんだっていうところでね、だから自分の気持ちが打ち明けられないっていう部分あるんだけど、こうやって同じ回復施設に通ってる同じ依存症の人たちと話するとね、やっぱりなんかなんとなく心が開けるから、嫌だったことも楽しかったことも、ギャンブルしてて楽しかったこととかも話共有できるのよ。それってすごく大事なことだと思ってて、そう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 、やっぱ僕らピアサポーターやってるじゃないですか。そうそうそうね、だからピア同士でお話しするっていうところもね、こうやってメンヘラジオでこうやって会話することもすごく大事なことで、傾聴と共感ね、そうそうそう、それがすごく大事ですね、うん、っていうところですね、はい、赤月さんありがとうございました、こっちにも来てるよ。あ、本当、うん、いいですか、初耳、うん、じゃあ再読みますよ、はい、ラジオネームミンミンダハでサンクスラボさんより、はい、お疲れ様です。職場で先日パニック障害を起こして呼吸困難になった際、職場の方たちが背中をさすってくださったりして助けてくれました、絆と呼ぶかわからないけど涙するほど感謝の気持ちでいっぱいでした、以上。ああ、いい話それも、なんかそうやってまあ、何か自分に異変が起きた時に助けてくれる職場っていうのはありがたい話ですよね、理解があるというかね、そうだね、まあそれも絆って呼んでいいんじゃないかな、職場でのね、いいと思う、いいね、ちなみに夢をつかぽんさん、はい、何かありますか、絆ですか、はい、いただいたのを読ませていただくと、まあ、夢をつかぽんさんから一応来てる、あ、来てるんだ、あ、どうしようか、俺の言葉で言った方がいいのか、あ、読んだ方が、一応読むんで、なんか説明していただければ、補足説明、はい、では、はい、いいですよ、つかぽんさんからので、絆、それはモアイメンバーとハピアンメンバーとの絆です、モアイメンバーは異業種交流会みたいで、さまざまな分野の話が聞ける、本心でぶつかり合い対話し成長できる気がします、ハピアンメンバーとはペアサポーターの仲間、
居心地の良い結束、良き相談仲間、うん、自分がピアサポーターであるのもこのメンバーがいるからこそです、いつもありがとうという お便りを、うん、トラリオツカポンさん、うん、あ、いや本当に自転車ですね、いやいやいやそんなことはないんだけどいやいや嘘ではないんだけどあのモアイメンバーはね、うん、本当に自分感謝してるのがあって、はいはいはい、やっぱ正論とかでやっぱ言うんだけど、うん、その立ち上がれる強さを持ってるから言うんですよ、うん、はあ、なるほど、それに愛を感じるし、うん、友情を感じてて、はいはいはい、お前ならやれるはずだぞっていう意味で、そうそう、だからもう最近はもうバッともう5対1ぐらいで攻められてたのが今は結構褒めてくれて、ああそうなんですね、うん、だからお前ちょっと光ってるな最近とか言われてちょっとグッとくるんですよ、はいはいはい、もう本当に本音でぶつかってくれる分、うん、それも本音だしょ、逆にでしょうからね、そう、うん、退院した後に、うん、もう正論言われて攻撃されて、はいはい、眠れなくて、うん、涙目になって、うん、大変な時期もあった、うん、それを乗り越えて、うん、で自分のピアさらにピアサポっていう、うん、そのハッピアの仲間で、うん、はいはい、メンタルの自分心の旅って言ってるんですよ、うん、ピアサポーだ、トリップ心の旅ああいいね、そうそうそう、だからいろいろもがいて、うんうん、ですね、あ、うん、それも素晴らしい、あ、そう、あの光ってんな本当にこれね、ちょっとねあのネイルしてみたんですよ実は、そうそう、ネイルサロンでね、ちょっとね自分あ、そっか、ラジオでは分からないのか、分かんないか、あの皆さんこれで分かるから、うん、ミラーネイルとね、その YouTube で見てください、そうそうそう、素敵なネイルしててね、かっこいいんだよ、いやいやこれもう自分の生物どこに向かってるのか先分かんないんですよ女性のね、あれだよ、男性女性じゃないんだよ、つかぽんなんそうそうそう、だからなんかそのネイル の、 あのそのデザイナーの方が、最近の若い子はクロスジェンダーだったかな、 X ジェンダーとかっていう言葉があって、その性別関係なくその人が好きっていうのが、その人柄が好きでっていうのが、うん、ね、自分はクロスではないけどいいんですよ、クロスでもスカポンになるために、そうだね、性別つかぽんっていう、そうそう、いいですよ、性別つかぽんでいいです、なるほど、うん、職業もつかぽん、そうそう、性別つかぽん、かっけえ俺はい、ではそんな皆と、はい、あの聞きたい楽曲を紹介させていただきたいと思います、はい、では、紹介させていただくのは安田レイさんのミラーアコースティックバージョンです、どうぞお聴きください、はい、音楽が流れております。なるほどね。自由に今おしゃべりしてていいよ。外していいの？外してもいいし。あのツイキャスというか、あ、どうなるの ？YouTube では。YouTube ではこの喋ってるのが流れる。なるほど。これが YouTube で流れる。だから喋った方がいい。こっちはラジオで流れる。喋るか、何喋ろうかな。喋った方がいいの。どんなですか？ネイルを知ったことで。うん、なんかちょっと美意識が変わって、ああ、わかるわかる、俺も徹底的に鼻毛の処理したり眉毛とかはいはいはい、わかる、この眺めてちょっとね、うんうん、なんかこれに釣り合う、そうそうそう、自分でいようっていうね、わかるわかる、すごくわかる、でしかも運気も変わるらしくて、うん、でちょうどこのネイルをした時に、うん、あのモスバーガーでなんかすごい人と知り合って、へえ、 FM 読みたいにもしかしたらまた出るかもしれない、ああ、いいいい、うん、いろいろでも幅広がってますよね、ヤハさんも。スカポンはね、なんかね、うん、うん、いい、つまずきながらではあるけどね、あ、もういろんな人とも会うしなんか本当に、うん、コミュ障だった自分が、はいはいはい、コミュ障だったなんて信じられないぐらいね、信じられないし、本当ですよ、それにさっきの話でもそうだけど、あのモアイのメンバーに、うんうん、立ち直れるぐらいのその愛を感じるっていうのも、うん、ツカポンだから愛を感じてるんで、そうそうだはずね、他のさ、うん、人だったらさ、もうお前らのノーマンとかなったりするね、無理無理ってサイだってなるもん、うん、そうそう、二度とお前らそうかお前らってなるからそれでもね仲良くできるっていうの職業ツカポン、性別ツカポンだからすごいんだよあのまあ知り合いにね、ちょっと寒いって言われたんだよ寒いって職業ツカポンってちょっとえってな言われたんですよ、ちょっとある R さんにね、そしたらなんか最近そのいいよねって言われて、あ、いいじゃんいいじゃん、なんか認められるとね、なんか、うん、そう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 、生きて自己肯定感も上がるし、そう、人間生きてくって、うん、そういうことだよね、居場所だったりとか、う
自分で見つけてくんだ。素晴らしい。はい、じゃあ、エンディングに入っていこうと思いますので、はい、ちょっと音を下げます。はい、はい、お聞きいただいているのは2016年に発売された安田レイさんのセカンドアルバムプリズムに収録されている、うん、ミラーアコースティックバージョンでした、うん、はい、でこれオリジナル曲のミラーじゃなくて、なんでアコースティック選んだかって言ったら、うん、単純に俺が好きなだけで、アコースティックバージョンの方が好きだったっていうだけ、うん、そうそう、オリジナルはね、ちょっとアニメのオープニングにも使われてるんですが、うん、エンディングかな、魔法科高校の劣等生っていうアニメのエンディングに使われてたんですけど、すごく安田レイさんの声が好きでね、うん、ちょっとあのおすすめですので、また性癖だね。そう、性癖だね。性癖って言い方ちょっとね、声の癖かな。性癖なんだろうね。あ、ちょっとまあまあメンズとしてちょっとびっくりしちゃったわ。ね、まあでもあのすごく。これがね、YouTube で公開されてるミュージックビデオとかもね、うん、あのモデルさんとかが出て、鏡をキーアイテムに大切な相手との絆を思う女性たちを表現しているっていう、うん、まあ、絆っていうテーマにふさわしいかなと思って選んだ楽曲です。ふさわしい。はい。なので、ぜひ興味ある方は YouTube でミュージックビデオも見ていただいて、はい。歌も聴いていただければと思います。アーティスト名は何ですか？安田レイさんですね。安田レイさん、はい、はい、では、エンディングいきます。はい、メンヘラジオエンディングです。エンディング、はい、30分本当にね、ゲスト迎えると本当にあっという間に過ぎていくね。話足りないなってなるぐらい。今日はしかも2人とも初サイも初だし、そうですね、あ、そうだね、スカポも初だし、うん、ゲスト2人を迎えてで、あ、そっか、サイリも初だよな、よく考えたな、うん、でもあの夏美の頭の中から光景は見てるんでしょ。見てはいるけど、うん、でもいつも見てるわけでもないけど、そっかそっか、うん、で実際初めて出てみてサイリはどうでした、うん、なんかね、うん、楽しい。あ、本当、これが映ってたら、最後これ、うん、あの、うんうん、YouTube に映るよりも、うん、こっちが映った方が今日は楽しいよ。あ、本当？最後そんなに喋らないから。いや、そうでもないよ。結構喋ってくれて。若い。すごい。ぶって。結構ね、あの、いやさん、スカポンはね。17だからさ。あ、そうだね。17だから一応若いけど、ね。あ、そっかそっか。あのつかぽんね、あの、うん、器用なのよ。器用なの、ま、マジックもするしね、うん、ああ、うん、いろいろ、うん、でも器用で羨ましい。いやいや、まあ、で、あの初ゲストということで、あ、うん、ゲストに来るのがね、うん、また今後も何かのタイミング折を見て、うん、あの来てもらうことにはなるかと思うんですけれども、うんうんうん、メンヘラジオいかがでしょうか。うん、とってもいいですね。あ、本当ですか。デジチャコルビーカフェと全然違う。デジチャコルビーカフェは自由度が高いからね、あっちはね。台本みたいなのが、うん、あの全くないじゃん、うん、こっちはね、ちょっとあの全くなんていうのかな、ちょっと違うあれにしたかったんですよ、うん、こっちも自由でもよかったんですけど、あのあえてちょっと、うん、差別化を図ったところがあって、うん、まあ、あの構成作家健太、ね、そうそうそう、俺が構成作家として ね、 そうですね、カチコチにちょっと多少はね、うん、してみようかな、すごいなんかいい感じで、なんかスタイリッシュで、あ、本当ですか、いい番組ですよね。 ありがとうございます。そう言っていただけるとね、メリの針の部分、そうそうそう、うん、いや、メリ、ま、メリがあれかな、デチャコロの方が、デチャコロ、あ、なるほど、まあそういう意味では両方聞き比べてね、あの相互作用で、まあ姉妹番組みたいなものですから、両方楽しんでください、うん、はい、両方ぜひ楽しんでいただければ。スカポンもね、向こうにも出ていただいてますしね、うん、何度かね、でおそらく、うん、今週、まあ毎週木曜日か、伊波、うんうん、さんもまあお忙しいとですから、うん、毎回は出れてないかもしれないですけど、うん、そうですね、うんうん、あの出た時はね、楽しく皆さんと会話して、うん、時にはポエムを伊波さんの伊波さんが朗読する伊波さんが朗読するポエムがね、黒歴史だ、これで聞けるんで、黒歴史なのあれ、いや、なんで、ね、最近のことじゃないの、素晴らしいじゃないですか、 いいポエム読んでますよ。
ポイミーなんだよな、俺とか。ポイミーなんだよね。そうそうそう、ロマンティチストだからね。ロマンティチスト。なんか自分好きなんすよ。もう、いかないじゃないですか。そう、まずはね、自分から愛していかないとね。そこでね、自分との絆を自分で感じるっていうね。自分を愛したら人を愛するんですよ。あ、そう。いい言葉出た、また。ポエミ来たよ、ポエミ。いい言葉出た。ポエミ来たよ、ほんと。友達にね、ポエ払って言われたからね。ポエも払ってって言われたから。ポエ払ってね、ポエ払って。いいね。まあ、そうやって皆さんにね。ポエ払って使おう。いい感じで、こうやって。楽しいね、味を今日もお届けできたと思うんで、はい、また来週はね、イアさんのちょっと病気のところとか、こととかちょっと深く聞いていただければと思いますんで、はい、ではそれでは今週のメンヘラ嬢はここいらでお開き。今日も元気に病気中、サイリと中村健太とはー、つかぽんでした。はい、お薬飲んで寝ろー。